ここからはお天気をお伝えします。こちらは今の函館、夕暮れのグラデーションが綺麗ですね。さあこの函館、今朝は冷えました。最低気温見ていきましょう。函館は 8.5 度、苫小牧や浦河などとともに今シーズン一番の冷え込みになりました。道内で一番冷えたのはオホーツク遠軽町白滝で3度です。道内8割以上で1桁の冷え込みになりました。朝はストーブをつけた方も多いのではないでしょうか。上空に10月並みの寒気が流れ込んでいて、札幌も 12.5 度まで下がりました。変わって今の札幌、日も沈みましたが空は穏やかです。ただこの時間も風が冷たいので上着があると安心です。日中も冷たい北風が続きまして、晴れてもひんやりとした一日になっていますね、はい、そして明日朝なんですが、今朝よりさらに冷えそうなんです、はい、では天気を詳しく見ていきましょう。明日は北海道付近高気圧に覆われて秋晴れが続きそうです。ただ晴れるということで、今夜から明日朝にかけては地上から熱が逃げる放射冷却が強まり、各地で今シーズン一番の冷え込みを更新しそうです。そして画面の下に注目です。台風の卵、熱帯低気圧があるんですが、これが3連休中に日本列島をめがけて北上してきそうなんです。右は土曜日です。熱帯低気圧は台風に発達することはなく北海道にも近づかないんですが、道内を通過する前線に向かって暖かく湿った空気を送り込むため、局地的に強い雨を降らせそうです。気温も上がります。寒暖差が連休にかけては大きくなりそうです。では明日の冷え込みについてです。主な地点の最低気温です。札幌は9度です。今シーズン初めての1桁。そして道内で一番冷えそうなのは肝別町や滝の上町で0度です。上川町や上士幌町、ぬかびらなど内陸部0度近い冷え込みのところが多くなります。今夜は暖かくしてお休みください。ただ明日日中は日差しが気温を上げそうなんです。札幌で22度、朝冷えるところでも20度を超えて気温差が20度前後とかなり大きくなります。体調管理を気をつけください。では各地の明日の時間ごとの天気、まずは道央と道南です。道央の各地は1桁の冷え込みです。くっちゃんで3度、各地に霜注意報も出ています。通勤通学の時間帯も秋物のコートの出番です。日中は晴れて日差しは暖かく、カラッと洗濯日和になりそうですが、札幌はやや風が強まりそうです。しっかり止めて干すようにしてください。続いて太平洋側です。朝の気温は今朝と同じか今朝より低くなりそうです。一方日中の気温は今日より高く、昼間の日差しは暖かく感じられそうですが、海沿いではやや風が強まりそうです。日陰はひんやりとしそうです。変わって道北とオホーツク海側です。朝は強く冷えそうです。内陸では0度近いところもありそうです。日中の気温はぐんぐん上がって20度を超えてきそうです。昼間は上着いらずの過ごしやすさとなりそうですが、明日は脱ぎ着しやすい服がおすすめです。そしてこの先10日間の天気です。金曜日、連休初日は広い範囲で雨です。夜は激しく降るところもありそうです。雨でひんやりもします。土曜日の朝まで雨です。日中は雨が上がって気温も上がりそうです。ムシムシしてきます。日曜日、各地で回復して秋晴れです。シルバーウィークの最後は行楽日和です。暑いくらいのところもありそうです。連休中はまだ半袖の出番となりそうです。来週、今月いっぱいは秋晴れが続いて極端な寒さはなさそうです。昼間はシャツ1枚で過ごせるくらいの陽気の日が続きそうです。以上、お天気でした。